ああ FEC チューンド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 。さあ今夜始まりましたオードブルの深夜に飯テロ、ぷよぷよ大好き芸人松田優里です。かけぐるいきましょう。もこもこもとしです。お願いします。もこぐるいがいるな。お願いします。もこ髪切ってよいしょ。髪切った。もこぐるい、これが切ってないんですよ。切ってないんですよ皆さん。本当にこれはすいません。もとしツイキャス見てる人の方しか分かんないんですよ。もとしが髪切ったように見えるんですけど、これ一切切ってないんですよね。これね、色も変わっちゃって、そうなの、色も変わっちゃって。これあれですもんね、突然変異ですもんね。突然変異です僕は。元氏の突然変異ですか。こういうタイプの人種なんで僕は。ああ、そうですもんね。突然変異しちゃうタイプの人種。泥と人間のハーフですもんね、あなたね。そうですよ、ほんとに。母方が泥ということ。母方が泥ですね。じゃあどこ切ったんでしょう。あ、裏袖は切りました。チンコのチンコのな、チンコの裏袖は切りました。マジで冒頭1分半でチンコの話すんなよ。どんなラジオだもん、ほんとに。毎度思うけど。M ちゃんに。あの M ちゃんではないですけど。なんすか、別の M ちゃんに。ああ、職業 M の MM ちゃんじゃないですか。別の M ちゃんに切られた。別の M ちゃんに裏筋切られたんですよね。びっくらこきました。え、オイル君、はい、この話はダメなの。うまいことそのチンを使うなよ。この話はいいよもう。おい、言葉のモザイク方式でやりやがって。おい、何なんだあの人。チンコって言ったら3人ぐらい減りました、ね。うん、そりゃそうでしょ。正しいですよ、判断として。もうそういう人たちは俺らのラジオついてこれないからな。ついてこれないです、いい判断ですよ。いい判断です。これ最後まで見てから、あいつらなんかずっと下ネタみたいな話しないみたいなこと言われたら、じゃあ見るだろって話ですから。最初から見んなよって話ですよ。聞くなよって話だから。知らねえよって話だからな。最後まで見てさ、文句言ってさ。店長が最近解禁症なんですよ、うん、うち巻き港のね、店長がね。店長が最近解禁症、はい、解禁症で、本当にもう素晴らしいですよ。もっと他にやることないんすか。夜はもうほら子供も寝てさ、お酒飲みながらこれ聞くって。店長、部下のラジオ。部下のラジオ、今部下ではないですけども、元部下みたいなもんでしょ。まあまあそうですね、あの仕組み言ってます。晩酌しながらありがとうございます。ランタさんも入りたいと思いますね。ブルブルさんも来てくれる、いっぱい来てくれますね。ということで、はい、ちゃんとこのラジオに合った人たちが、チンコ体制持ってる人たちですね。チンコ体制とね、大事ですからね。チンコとアナルの体制を持ってる人たちが本当に大事ですよ。本当にチンコとアナル、アナルが一番いいですからね。知らないですけど、アナルって一番いいですよ。あなたの性癖は知らないですけど、あなた攻めも受けも最高です。いや知らないです。ちょっと僕本当にそこの世界開いてないんで、本当に分かんないです。あなただけです今ここの空間で。彼女にやらない。やらないです、やらないです、全然やらないです。そんな、え、はい、どんなのすんの。どんなのすんの、どんなのすんの。なんで俺彼女とのセックスをここで全部公に話さんって。頭おかしいか。どんなのすんの。いやー、じゃあどんなのしてたな。行ってみ、言っていいんだって本当に言うけど。もうきつい、来たくない。きついきつい。キャンさんの聞こう。キャンさん普段どんな、キャンさん普段どんなセックスをするんですか。あ、俺縛り系。童貞だね。もう僕たちが悪いですけどね。なんでまだ童貞なんですか。なんで童貞なんだろうな。30おいくつですか。34ってさ、もうこの話いいよ。もう俺たちさ、ワンクールに1回ぐらいこの話して、キャンさんがなぜ童貞なのかを。銀髪の34ってさ、違う、だからもう逆にさ、逆にもうセックスも飽きたよねっていう領域さ。じゃあ、あの菅井銀髪の34って、銀髪の34は遠隔ローター仕込んで歩かせないなあ。34で銀髪の人は遠隔ローター使わないと。日常生活から。日常生活から、あ、5人いる。もしくはもしくはもしくはデカめのバイブぶち込まれてる。最低なラジオ。いや、銀髪の30はそうですよ。外に女性もいるのに最低なラジオ。銀髪の34歳は遠隔ローターを仕込んで歩かさないといけない、そんな定義があるか。ランさんから耳がめちゃくちゃ痛いっ。あ、ごめんなさいね、ほんとに。ほんとにぜひ音量は下げていただいて。ごめんなさいね、松田優里さんと誰って来てますよ、ランさんから。誰ですか、誰なんすかね、誰なんすかね、分からんな。裏筋なしおでして、裏筋なしおです。遠隔はドローンが一番ベストです。
遠隔はね、ドローンが、うん、あの遠隔で何やるの、ドローンで、ドローンを、うん、入れるってことですか。ドローン入れるわけないだろ。入るか、怪我するよ、怪我するよじゃないよ。痛いよ、痛いよ、絶対痛いよ、うん、あ、そう、もこもこもとしてですよ、ランプさんね、あ、知らなかったんだ。裏筋なしを、裏筋なしをです、お願いします。はい、まあいいんですよ、いいんだよ、いいんだよ、本当にローターの話とか。シュプリームさんから来ましたよ、こんばんは、おしるこです。あ、こんばんは。調子悪いですね、今日は。今日は調子悪いですね。今日もノーマルです。先々週ぐらいすごい調子良かったです。別の方ですかね。え、別の方が、あ、これもしかしておしるこさんじゃないかもしれないな。別の方かもしれない。別の人かもしれない。ぜひちょっと別の名前を。最低だよな、リスナーにひたすら大喜利させるってな。クソパーソナリティーなことだ。クソピーなることですよ。あのですね、黙々ゴリラさんって来ましたよ。いや、裏筋なしょうです。あ、はい、34は、横浜のバッチイチさんに遠隔ローターを使っていたわって、シュプリームさんから、ごめんなさい、おしるこさんから来てる。本当にいた。そうですよ、そうですよ。34の時ってことですか、ね、34の時でしょ。だから横浜のバッチイチに遠隔、これはあれですか、北海道あたりから鳴らすんですか。届くんですか。いや、シュプさんはやるさ。本当にシュプさんはやるよ。やるさ、シュプさんは。年上ですよ。だいぶ年上。だいぶ二回り以上年上ですよ。もう50。こいつおかしいってだから。シュプさんやばいやつなんで。お会いしたこともあるし、一緒にご飯も行ったことありますけど、やばいやつ。本当にシンプルにやばいやつなんです。ただもういい人なんだよ。いい人なんだけどね。やばいんだよ。それを上回るやばさがあるんだよ。なんだろうな、やっぱ人間ってプラマイゼロになるよ。どっかでな。どっかで。な、俺もそういう容姿とか性格上も何があるけど。うん、金いっぱいあるとか、本当そこですよね。俺プラスあったかな。まあマイナスは多いけどな。マイナス多いんだよ。目つき悪いだろ。目つき悪いですよ。だって目の光ってあれでしょ。助産師があのへその音一緒に間違ってきちゃったでしょ。そう、目の中に光入らないようにする。この子には闇を与えよう。ギャー、涙もかろう。シュッ、涙腺まで崩壊。涙腺まで。こいつ涙腺ないんで。あるわ。ないんすよ、あるわ。感情がないんで。涙腺なくて、助産師が間違ってへその音切っちゃったんすよ。残念なことに。泣ける映画とか見ても泣かないんですよ、こいつ。泣ける映画ってある？だもう心、ここ心臓へのその脈も切ってるんですよ、こいつ。じゃあ感情すら感情を切ってるんですよ、こいつのね、女性。あ、引く文字側にね。あら、ラントさん、棒読みで言ってますね。松田オイルさんのことを推しています。いや、松田オイルのことを推してる人は本当に一人しか知らないから。本当に一人しか知らない。いました？僕を推してる人なんて。飲みに行ったんでしょ？行ってないですよ。誰とですか？誰と？このご時世に俺。いや、過去の話です、過去の話。過去の話です。過去の話です。誰とですか、僕飲みに行ったの。いや、これ言っちゃダメなんで。お前、この前行っちゃうとダメ。お前さ、はい、行ってないのにさ、飲みに誘われたよ。飲みに行って、誘われました。ホテルまで行ったみたいな話聞きました。行って、うわ、こいつやば。はあ、やばい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 。そうじゃないですか。あらー、こアクリル板さえなければ今頃もうグーパンですわ。本当にご時世的なアクリル板があって、助かったら本当にな。ありがとう、アクリル。ほい、天竜。なんだこいつ。ランタさん、本当はパラナイサラネをしてることを秘密にしとこうって言ってるよ。本当に本当に正しい判断なんだな。正しい。信号がかっこいいからな。信号かっこいいからな。アンパンマンな。アンパンマンな。言うんだ、そしてお前。いや、前やってたさ。いや、前やってたけど、言うんだ、そして。何が？超さ、過去の作品でやってるさ、アンパンマン。信号。まあ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 。あれかっこよかったさ。そしてお前はパンパンマンなんだろ？誰がパイパンマンか、もしかして。ボーボーです。知らんよ。矢の下の記事上知らんわ。これは浮気沢の中地君です。あ、浮気沢の中地君ですか。松健さん、自我を持ったお芋さん、こんばんは。あ、こんばんは。じゃあ、最近のヤバいやつ言いたいと思います。ヤバいやつ言いますか。はい、はい、1分待ちます。1分待ちます。僕たちが知っているあなたに今最新のヤバい情報あるんですけど、それ言っていいのかダメなのか。あの3から4にレベルアップしたやつ、ね、3から4にレベル、数字がかかります。3か4かの話です。これは言っていいのかだけ。僕たちに1分待ちます。1分待ちます。中地さんからのご返信があるかないかです。これは1分待ちます。言っていいか悪いかだけで、ね、これ2日連続中地からの電話コースじゃん。なんか、いや、まあ、出ないんですけど。昨日なんかやってました。あ、キャンさんに来ました。あ、来ました。来てください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 。出ないです、出ないです。めんどくさいんで、ほんとにめんどくさいんで、めんどくさいんで。あの、映画の話したいんで、俺。はい、そうっす。かけ狂いが面白かったって話をしたくて。あ、僕にもかかってきてますね。あ、来て来て来て、拒否します。面倒なんで。あの、本当にめんどくさい。今日、あの、そうっす、ほんとに聞きたいです。あ、こう、ほら、ブルーミーさんからもさ、ラントさんからもさ、ちょっと待って、ちょっと、俺には来ないな。俺には来ないな。なんでから？忖度ですね。なんでから？俺には来ないな。いや、本当に中地といえばですよ。あの、家に雲が出たら僕を呼びます。マジ、あれ面白いよな。お前なんか2年に1回やるよな、お前な。1回やろ。
2年に1回の楽しみなんだけど、あのツイート見るの俺あれ中はあれ同じ、ね、あ中近また来てますね、はい、あメッセージを送信しましょうね、ちょっとラジオ中後でかけ直します送っておきますねあれ2年に1回やるよね2年に1回やる中近はあれ迷惑だけどねあれ迷惑よ迷惑ですけどねあれ迷惑ですよとってもあれね、うん、とっても迷惑です呼ぶ物うんあ分かる分かるじゃあ俺だったら、うんうん、で虫はいけるんだよな俺ゴキブリもちょっと嫌だけどいやゴキブリなんて別に潰しは終わりだまあ一応最悪家の中のゴキブリだったら、うん、まあどうにかね、うん、追い出してなんか本当に面白かった価値からごめんなさいってどうす許すいっちゃう許すあ3から4の話はしないとくとりあえず3から4の話したら僕らも消えちゃうんで、うん、僕たちも消えちゃうんで最悪言わないですけど言わないそれはもう雲ですよ本当に雲もうたかが知れてる雲さあれ足高雲ねあのゴキブリ食べるやつあれなんで殺さんといけんばってなんでさありがとうって言わんときにさあれあいつにはだあいつだから見たくないならよあれがゴキブリを食ってるんだって、うん、でもう本当に何唯一の天敵ですよそう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 昆虫界ゴキブリのそうそうそう本当にあれが倒してるんですよ、うん、ゴキブリをそう中地中地よかわいそうだよあれだから足高雲の天敵俺ですよ今中地家の足高雲中地家の足高雲からしたら出てきました松高来るぞーっつって来たらパーツクリーナー持ちながら来るぞ最悪ですよ最悪ですパーツも冷やされて一気にあそうですよかわいそうだよな本当に自然界ではありえない寒さを受けて急に急に、はあ、かわいそうとっても冷たいアルコールを急にかけられてかわいそうに本当に俺さ殺してはいるけどさ、うん、もう嫌って言うからね殺さなければもう次から一応頑張って逃がしてあげるとかにしたら、うん、それにしようかな、うん、でも嫌がるわけよちゃんと殺してって言うんでしょ殺してって言う殺してって言うんだからもうこいつらに立ち直る、うん、のを、うん、するなみたいなってことでしょ、うんうんうん、そうそうそういやよくないよかわいそうだよ明日かぐもはゴキブリならもう申し訳ない、うん、分かる害虫として見ます僕はやっぱこれもう人間の本能があるからゴキブリに対しては、うん、ただ明日かぐもは、うん、いいんじゃないね、俺だって裏西のタイヤ館いる時買ってたからね、うん、買ってたなこいつらな、うん、買ってたあれとクソバカでかい殿様バッタ買ってました、うん、買ってたこいつらっていうナータンからも後で、はいはい、メールがあるというありがとうございます、はい、そうパンって叩くとかそう どうして無理ならよ無理ならね叩いていいよ、まあ、しょうがないけどねでさ俺2年前に行った時のやつよりちっちゃかったからねレベル下がるんだで電話かかってくるでしょこういうのってレベル上げん、うん、上がらない上がるんだよね普通3から4に上がらんって話なんですけど、うんはい、4から3になってたからなんすかなんすかなんすかえキャンさんあ1枚の写真あ僕に来てるんですかな何の話ですかこれわかんないですわかんないです何の写真やはい、中地雄一郎さん、お疲れ様です健吾と元氏のカフ下げてもらっていいですかっていうのが和正さんに来たキャンさんに来たああこれ言うかじゃあ健吾と元氏のって言うんだそしてうん一応年も上だし、まあ、芸歴はあいつの方がちょっと上だけど、うん、まあまあほぼ同期扱いだけどねど、うん、まあ一応年が上だからね一応ねうーんこんなに俺なんかがさ優しく今どちらかだって俺昨日誕生日っつって、うん、用意してなかったのよ一応そうだね知らんくて、うんうんうん、でも一応もう後輩が、うんうん、誕生日で嬉しそうにしてたから、うんうん、タバコでも買えようってね怒ったし俺は飯も全然怒るし俺はほら中俺はさ夜からさ中地が飲んだ時、うん、なんか酒飲んで家帰れないんですっつったら、うん、俺全然怒るよ中地うんわざわざだって俺たちもさ、うん、3から4の話じゃないけどさ、うん、もっと言っちゃいけない話もいっぱいあるわけじゃんまあもちろんねお酒飲んだ時の、うん、本当にダメな話は、うん、いっぱい持ってるわけようんもちろんもちろんなのに、うん、その我々をこうけなすような、まあ、確かにこれ言おうとしちゃったのは悪いと思うよでも先にね、あのなんか仕掛けてきたのさ、ね、なんかお芋さんみたいなね、なんかちゃんとした名前があるのにね、こっちはね、ね、裏筋なしおっていう名前があるのにね、チンコの裏筋なしおっていう名前がしっかりあるのに、なんかお芋さんみたいなちょっとね、バカにしてきてな、してきて、こんなよくない、怖いわ、後輩からこんなの嫌だよ俺は、いやもう本当いつもね、他の人にも言ってますけど、言ってますけどね軽く、あの刺す勇気があるなら刺される覚悟を持ててますよ、そうですよ、そうですよ、そういうことです。いや俺は3から4経験したことないからじゃないから我々も、ね、こんなことしたことないからしたことないから話を詳しく聞きたいなんで電話し聞きますか今聞こうじゃ一回はい聞きますか、ね、さっき求めてたんでしょ後であお前後でかけ直すってさっき言ってたさお前あかけ直すかかけ直さんとお前つなげられるってよ、電話もつなげられるってよ、はいはい、1個来ましたね2万円なら払いますということで今彼の貯金残高が来ました本当にいやすみません僕金持ちなんで大丈夫です、うん、お金は
で俺蜘蛛の退治で5万って言ってるんで、あ足りないですね。ちょっと聞きましょうこの話じゃ、うん、でもつなげるということで、ちょっとつなげてみます。じゃあだって後でかけ直すって言ったんだろ。お前かけ直すって言ったからね。一応それはここはやーちゃんと守らんと、うん、それはそれはそうだな。先輩だろうと後輩だろうとこれは守らんと、約束は守らんとな。2万円なら払えますって言ってたからな。これで万が一出ないみたいなことがあったら大問題ですよ、ね、これで出ないってありえないですからね。いやないでしょさすがに。これで出ないわ。ワンコロもしもし、お疲れ様です。中地さんお疲れ様です。お疲れです。すいません。どうされました？一応僕たち今本番中でね。すいません、本番だからちょっとあんまり。なんで、なんだろう、中地さんと一緒にいてね。ね。見送ってる。ラジオ行くっつってね、お疲れっつってね、お疲れ様ですっつって。自分たちもこの時間帯金曜日やってるはずだから。やってるんだ。どうした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 の？なんかちょっと調子乗りすぎました。いや全然全然。いやあれよ、いや確かに俺らもダメな話しそうとしたのは分かる、まあ、そうだよ、うん、まあ、それちょっと、ね、でもやっぱ名前間違うっていうなんかそのバカにしたね、お芋でしたっけ、うん、いやちょっと一応ちゃんとしたね、ちんこの裏筋なしよっていう僕の名前があるから、しっかりとした名前があるんで僕は今年にはあるから、ちゃんとそういう名前がさ、芸名がね、裏筋なしよって名前があるから、はいはい、いや、まあ、とはいえ、うん、その、うん、あのお二人が持っている僕の、うんうん、僕に対する、はい、手札がちょっと強すぎるので、遊戯王カードで言うとどれくらいの強さですか、我々のカードは。全デッキブラックマジシャンみたいな。それ逆に弱いですよ、ちょっと弱いですよ、だって初手でエゾドリア揃ったとこがいいけどね。そうそうそう、初手でエゾドリアとかがいいけどね、うん、多分遊戯王やったことない。ルール違反。デュエマがいいかな。デュエマがいける。デュエマだったらできるかな。デュエルマスターズだったら、はい、ボルジャックドラゴンがそんな強ない、そんな強くないボルシャックドラゴン、そんな強くないボルシャックドラゴン、こいつ多分やったことない。シールドトリガーですよね。シールドトリガーですよね。ボルシャックドラゴンですか、はい、全然違うと思います。え、あなたが言ってるのボルメテウスホワイトドラゴンじゃないですか。シールドやきボルメテウスホワイト、はい、中地的に得意分野の、そういうなんかあれある、そのおなんかある、はい、その中地的に例えやすいなんか、うん、あ、それで言う例えやすい中地、うん、例えやすいなんか一応みんなが分かるようなやつがいいな、できたら例えやすいやつ、なんまあ、強さみたいなのは、大富豪の時の、数字は大富豪の時の手札で言うと、持ってる数字、はい、俺たち今、何と何、ファイブカードとロイヤルストレートフラッシュ。それ、大富豪だな中地、機能してないな。中地、機能してない。はい。それはポーカーだな。はい。大富豪やったことある？いや、ちょっと今、焦ってるんで。いやごめん、マジでごめん、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 マジでごめん、マジでごめん、マジで俺たちそんな追い詰めるつもりじゃない。で、中地こんなこと言いたくないけど、はい、言わんから。あ、うん、俺たちのことをもうちょっと信用してほしいわ。いや、当たり前だよ。びっくりしました。お前の話って基本メディアで喋れない話しかないさ。はい、そうですね。うん、だから言わないで。いや、ちょっといじった、ちょっとビビらせようかなぐらいのテンションで、ちょっと、ね、はい、ごめんなさい。ごめんね、びっくりしたんだったら。うん、ごめんね。で、これ切った後文句言うでしょ、はい、俺たちの。いや、いや言わないです。言うよ。はい。本当は？いや、正直になっていいよ。正直で。俺たちがだったら、俺たちがその立場だったら言うよ、全然。すぐよ、俺。どうなの、中地。お前、ちょっと隣にタイガさんいるんで。あ、タイガいるかもしれないです。タイガに言うかもしれない。あ、オッケーオッケー。全部陸上ほこちに待ってください。タイガはこの後来るから。タイガと両太郎。何時からめだ。すぐ。何時からめだ。タイガすぐ言う、こんなの。すぐよ、タイガこんなの。タイガ全然こっち回ってくる、全然タイガさんに変わって言うでしょ、タイガ、タイガ、ティーガ言うでしょ、タイガいる隣に、うん、はい、いますよ、いる、ちょっとタイガちょっと変わってみて、あ、言わないよってタイガ言わないって、うん、多分言うよ、これこれ言うな、うん、どうなんだろうね、あ、もしもし、はいはい、タイガ言うだろ、万が一今この中地が切った分、俺たちの文句言うじゃん、それ俺たちに言うか言わないかだけ教えて、はい、あ、います、あ、オッケー中地変わってもらっていい、あ、でも中地のはちょっと多分しっかり聞きはしますけど、ああ聞いた上で、いや言わない、うん、はい、言わないよってちゃんと言った上で僕らに言うわけでしょ、うん、全然全然大丈夫、それはもう中地に変わりましょうね、ああ、あ、もしもし変わりました、あ、お疲れ様です、うん、全然言ってもらって構わないですよ、はい、大丈夫ですか、何がすか、いや、まあ、多分言わないです、多分言わないです多分ってつけるんだ、多分は一応つけるんだ、多分って言うよな、この状況で多分つけるんだ、多分は言うよ、でもいや絶対言わないです、絶対言わないです、絶対言わない、多分に言うんでしょ、あ、多めにってこと、あ、多分に言う、違う違う違う、あ、そういうこと、漢字は一緒だよね、うんうんうん、漢字でないかも、キャンさん立ち悪いな、カ
ゴンさんが言ってた。ちょっと刃を向けてます。お前もう、ええ、何個目だと思ってる？ 10 個目でお前の。ええ、キャンさんはだってミキシングっていう中立な立場でいてくれるのかなと思ったら、うん、その審判みたいな。すぐ携帯渡してたし。あ、でもほら、中地。お前らの放送の時だってキャンさんは中立ではないだろ。まあ確かに。うん、そうだよ。アンチ宮健ではない。アンチ宮健だ。そのか、その時はお前の味方なんだな。なるほどね。なるほどな。はい。でも、はい、木曜日になった場合はキャンさんスパイだから俺たちの。そうなんだ。これに関して宮健はどう思ってる。肩書き多すぎるだろ。これに関して宮健はどう思ってる。これに関して宮健はどう思ってる。これに関して宮健はどう思ってるのかな。あ、三宅もいますよ。この今のいろんな論争に関して三宅はどう思ってんのかな。ちょっと聞いてみたい。聞けるかな。じゃあ三宅いる。ちょっとはい、もしもし。です。お疲れ。あ、お疲れ様です。今電話大丈夫？あ、はい、大丈夫ですよ。三宅今このモルモルの中地の流れとかちょっと聞いてた？いや、ちょっと僕はあんまり把握はしてないですね。聞いてなかった。あ、お疲れお疲れ。じゃあ中地戻っていいよ。はい、あ、わかりました。はい。このやりとりはあいつ知らない。はい、もしもし。はい、中地お疲れ。なんで三宅は知らないのかな。これ失礼じゃない。この隣で見てて先輩に対して失礼じゃない。三宅は知らないの中身を。多分だから、うん、キャンさんに嫌われるんだ。そうだな。じゃあ、三宅の、殺害に関してはキャンさんに丁寧に俺たちが、さんがお願いしとくんで、はい、それは、はい、ごめんね、中地なんか。中地ごめん、ね、すいません、お邪魔しました。いやいや、そんな、なんか、結果、宮健が結果悪いってことですよね。結果、宮健が悪いってことで、はい、収まっていいのかな。はい。そうだね。本当に、社会的に抹殺される気がしたんで。あ、僕たち、そんなことしないです、僕たちは。はい。そんなことしない。しない、そんな。いや、だって、仲間だろ。中地。そう、ごめんなさい、まともではないですかね。あ、いい意味でね。いい意味で。ポジティブな意味で。ポジティブな意味で。はい。運のいい意味で。運のいい意味で。はい。はい。うーん。っていういい意味じゃないですね。え、ミスター。どうしよう。いや、わかんない。え、でも、いや、仲、ね、同じ事務所でさ、うん、はい、言ったら、ほら、俺たちってほぼ同期の扱いじゃないですか。ほぼ同期ですね。ホールドリード、はい、松戸。はい、七七でね、元七七する。で、なんか俺はね、やっぱ同じタイミングで事務所に入って、年はちょっと離れて、まあ、俺はちょっと離れて、お前は近い。なんかちょっと同志仲間みたいな感じで思ってたけど、はい、違う。よくね、ご飯にももちろん連れてくしな、俺らな、先輩としてな。ご飯も、はい、可愛い後輩だしな。別にそんなお金のこと言いたくないよ。あんまり言いたくないこんなの。お金ないって言われたら、うん、それは可愛いからビールもおごっちゃうし、俺は。はい。酔っ払ってるんで送ってくださいって、全然。そんな人たち。送るんだよ、俺。はい、後輩を一応俺も家に送るよ、こいついっぱい送るよ、全然送るよ、うん、お前雲殺しに行くよ、2年に1回俺は2年に1回行くんだろ、うん、夜中からわざわざ夜中から起こされて、はい、起こされても行くし、はい、この前別にオフでビール飲もうかなと思ったら危なかった、本当に危なかった。そしてこいつにごめん、ちょっとお前んちさ入りづらいからさ迎えに来て、うん、あ、プシュお酒飲っちゃったっすよって言うから俺が行くんだよ。俺が行くの、わかる、お酒飲んじゃった。僕お酒飲んじゃってるんで車出せねえっすっていう。でも俺が行くの。さすが飲酒運転はできないので、ちょっと印象悪いっすね、うん、まあ、飲酒ってもっと悪いけど、もちろんはできない、酒飲んでるから行かないっすよ、うん、ちょっと、うん、なんかいや、もうしょうがないんだ、しょうがないんだけどね、仕方ないんだけど、仕方ないんだけど、別にそれは俺も受け入れるよ、犯罪させるつもりもないし、はい、まあ、順番雲出てから酒飲んでるわけではない。そっか、酒飲んでたら雲が出たんだもんね。まあまあまあ、雲が悪い、雲が悪いか、しょうがないけど、なんかちょっとそうです、はい、うんってなっちゃうよね、一応ね、ちょっとね、ちょっとだけよ、うんうん、でもなんか、うんってちょっと思うよ。いいすいません、うん、全然いいです。そんなこと俺たちはねあんま言いたくないけどさ、ない、そんな、はい、仲間じゃないって、面白いし、うん、俺いい子だし、いい子だし、本当に楽しいし、泣いてて一緒にいて楽しいし、うん、はい、そんなことしたくないから、民放でねラジオ3本レギュラー持ってて、3本レギュラー持ってて言ったら中で一番売れてますよ、この若手では結構売れてる方ですよね、売れてますよ。でただね、ちょっと仲間じゃないんだよ、仲間じゃない、いやなんか、いや、そんなことは思ってないですよ。え、でもさっき言ってたよ。仲間じゃないかなー、仲間ではないかなーみたいな。いや、そんな、それは言ってないですよ。違います。え、じゃあお前、ほんと一回止めてからお前か YouTube で戻ってみてみ、仲間じゃないかなーって言ってたから、マジで。言ってんの？言ってる。言ってる、こんなの聞き逃さないもん、俺。人から打倒されることも全部。あ、今日アーカイブ消しましょうね。いや、あなたが決める、FM 木の湾さんのカズちゃん、我々が決めることじゃないですか、消すか、カズマスさん、これ、そうっすね、消さないっすね、消して大丈夫なんですか、アーカイブって簡単にその番組で、それはカズマスさんの仕事が増えるってことですもんね、ですよね、
わざわざキャンさんの手を煩わせてまでねやることかな、やることの、まあ、大先輩も10校上の先輩に、うん、わざわざやることなのかな。だし FM ギノワンさんに迷惑かかるからね。だっていつも配信してるのになんでアーカイブないんですか。機材トラブルなら分かりますよ、ね、いろんなこと言われる可能性もあるから、ね、それを全部キャンさんが全部受けないといけないからね、うん、そっかそっか、それちょっと面倒だもんな。嫌だよな、うん、それに関してはどう思って、じゃあ三宅はそれに関してどう思ってんの。三宅はそれに関して、三宅はそれに関して勝間さんが苦労することに関して、うん、三宅どう思ってんの、聞いてもらっていい、これ三宅に聞いてみて、三宅に聞いてみて、はい、これどう思ってんの、変わりますよ、うん、ちょっと変わってみて、うん、はい、なんか変わって、うん、はいはい、三宅はあの今の中地の子の言動だったりとかっていうことに関して、はいはい、まあちょ、はい、三宅中地がねアーカイブ、はいはい、今日のアーカイブは消しましょうって言うわけ、これキャンさんの仕事が増えるわけじゃん、無駄な仕事、まあ、そうですね、確かに、うん、はい、これに関して三宅はどう思ってる、どう思ってんの、これ聞いた上で、うん、俺らのこのラジオ聞いた上で、うんうん、僕はどっちでもいいかなと思いますね。そうですね、質問急に変わってください中地に。はいはい、わかりました、はいはい。だからキャンさんに殺されかけてるんですよ。だよね、はい、だろうね、ちょっとなんかもう見分けが悪いんじゃない、これも全面的なんか俺こういうのって結果中地が悪いように見えて全部見分けが悪いんじゃないかなと思い始めて、まあそういう節もあるかもしれないですね、うん、確かにそうだな、はい、中地の悪いやつも全部見分けのせいじゃない、うん、これは。で多分俺今思ってるのが中地、うわ電話したのがやめだった、はい、長くなってるわ、めんどくさい、多分ネタ見せ終わった、ネタ見せ終わった、ネタ見せ、ネタ見せは、うん、あの順番を交換してもらいました。あ、このためにですか。それは、それは中地さん、それはあの言ってください。それは僕らに言ってください、中地さん、も言ってください、中地さん、いや、じゃないと、はい、あの僕社会的に死んでた可能性があるので。じゃこの一件で分かったよな、中地って、はい、あの俺たちのことあんまり信用してないんだなって。いや信用してますけども、うんうんうん、万が一のためにも、万が一のためにね、それはちょっとね、はい、今からネタ見せするんで、うんうん、ちょっと待ってください、弁解をちょっと待ってくださいって言ってほしかったね、これ、はいはい、俺だったら言う、はい、一応念のため、いやーどうすかね、ちょっと天秤にかけた結果電話でしたけどね。人生を取った。中野さんを待たしてても、うん、アラビンされればいいしな、お前はな。全然迷いませんでしたから。そっかそっか、ごめんね、なんかネタ、なんか手を煩わしてしまって、はい、本当に。いやでもあのその誤解はしないでいただきたいのが、その、はい、変なことを思ってるわけではないので。なんで変なこと、オードブルさんに対して。いや結果最初のあの、うん、僕の名前間違ったことがちょっと失礼じゃないっていう話から入ってるもんね。とかもあるし、だからケンゴと元氏のカフを下げてくださ、放送に師匠を来たそうとしてるから ね、うん、ちょっとチンコ裏筋なしよっていう名前があるん、はい、そうですよ、ずっと滑ってるけどこの話、距離感がね。うん、距離感が近すぎたかもしれない。あーまあね、あー確かに仲良すぎた結果かな。よかったよかった、でも仲が良すぎてそうなってんと全然、まあまあまあ、これはもう、はい、文面上だから伝わらなかったんだろうね。そっか、文字改めてちょっと、うん、気付けます。そうだね、いやいや全然、いやこっちも全然それを分かった上で聞くんですよ、はい、今後は、うん、全然、うん、分かった分かった。じゃあそろそろ、うん、そうだね、曲いきましょうか。曲とかけないわけ、ずっと喋ってたけど先輩の話聞かないんだこいつ。曲振るんで今日だけ。いや、あ、今日カズマスさん今から探すんだよ、はい、これ曲すぐ。あ、もしかしても探しました、はい、曲。あ、さ、探すんですよね。あれしかない。何もない、何もない。何流すの、何流したかったの、曲何流した。結名詞で仲間。うん、ないみたいです。ないみたいです。あ、カズマスさんがない。じゃあ大丈夫です。あ、大丈夫ですか。じゃあ大丈夫です。はい。じゃあすいません、うん、本当に申し訳ない。うん、ありがとう。ごめんね。時間電話して。すいません。逆に、ね、夜にこんな。リスナーの皆さんもすいません、なんか。すいません、なんか。僕らのね、いざこざをなんか見せちゃって、本当に申し訳ない。本当に。すいませんでした。うん。なんじゃあまた、ネタ見せ頑張って。事務所で。はい。うん、まあ今日は行かないですけど。今日も行かない。はい。まあ今度だった時。今度だった時ね。今度だった時、ちょっと暗いところダメしよう。そうだね。うん。そうですね。はい。すいません。暗いところ怖いな。そうですね。明るいところ。うん。暗いところダメします。雲出なければ一応大丈夫ではあります。雲は用意しておきます。雲は用意しないでください。捕まえれば簡単に捕まえられるんで。もう雲なんていっぱいいますか。裏にしてんのもいっぱいいるんで、はい、かわいいっすからね。うん、かわいいっす。じゃあクレジットカードあげます。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。軍用地持ってるんで。僕もちゃんと働いてるんで。軍用地持ってる。わかりました、うん、はい、全然そういうことなんで、はい、お金で解決できない時もありますよ、はい、お金が全てじゃないですかね。はい、勉強になりました。はい、じゃあまたゲストは事務所でカマロン中地ということで、はい、そうそう、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すみません、はい、失礼しました。ね、ありがとうございます。はい、いいです、とんでもないです。いいっす、はい、失礼します。はい、じゃあね、はい、じゃあネタ見せ頑張って。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、お疲れ。はい、はい、
15分ぐらい喋ってました、ね、ちょっと長いっすねこれって。すいませんね、今日いろいろなんか話したかったんだけどね。え、なんか映画がいいよっていうね、うん、あと30分なんか、まあ、CM 挟んでじゃん、ちょっと